はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルと図形丸三をお送りします。で、このタイトルね、ここで最後です。次回からはね、ベクトル方程式が始まるんですが、で、最後は1問のみやっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいなと思う方は、今からね、自分が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ有名な問題です。これ1問だけで、なんで1問かっていうと、すげえ記述が長くなるっていうね。で、これ結局は AF ベクトルを B ベクトルと C ベクトルを使ってね、表すっていうのが問題なんだけど、これ答えのみを書くよりも途中式を書かされるイメージがすごく強いです。なので、もちろん求め方も覚えてほしいんですが、その途中書くべきこととかいうところもね、ちょっと確認してもらえるとありがたいですね。で、問題を確認していくと、三角形 ABC です。で、AB を3対2に内分する点が D、AC を2対1に内分する点が E、で、全部 BC 交点とかあるので、もうわけわかんないから図を書きます。ね。で、まあ、三角形 ABC 図がないので、自分が好きなように書いていくと、俺がよくちょっと右があれだったな。これでいけるかな。まあ ABC って置くよね。大丈夫そうだね。ABC って置いて、まず AB を3対2に内分する点が D なので、まあ、この辺にしとこうか。D。で、3対2と。で、次 AC を2対1に内分する点が E なので、AC だから、まあ、この辺にしようか。で、ここが2対1だと。で、線分 BE と CD の交点だから BE ここだね。で、CD が、あ、おい、マジだ。で、ここが F なんだよね、今。で、AB ベクトル。これが B ベクトルで AC ベクトル。あっちが C ベクトルとするときに AF ベクトルを求めようと。でもこれは図もそうなんですけど、こうやってね、こっちを内分点で切って、肩のこの斜めのところをね、で、それぞれ PP って引いて、この交点のベクトルを表せっていう有名な問題なんですけど、これはですね、もう最初にこれを置けるかどうか、まあ、知ってるかどうかっていうところにも関わるんですけど、これまずね、 BF ここ対ここを BF 対FE、 ここね、 BF 対 FE です。ここをね、文字を使って火を置いてしまうんです。で、どう置くかっていうと、 S 対 1-S とこう置いてしまいます。で、今ちょっと書くとね、ごちゃごちゃするのであえて書かないんですが、ここが S、 こっちが 1-S だと思ってください、人としてはね。で、同じように、今度、DF 対 FC、こっちの斜めね、も置いてしまいます。で、これはまあ、でもあれか、CF、こっちから置こうかな。CF 対 FD でね、アルファベット順で。CF 対 FD。これを次、違う文字で、T 対 1-T。こうやって置きます。で、自分はここに番号をつける人なんですけど、これはね、任せます。ちょっと書くのが楽なんで、この方が。と置くと、はい、ここのスタートが切れるかどうかですね。で、結局方針としては、今こうやって火で置いたじゃんか。そうするとね、例えばこっちの上 BF 対 FE の方で考えると、三角形 ABE、 いいね、 ABE だよ、の BE を S 対 1-S に内分するのが AF ベクトル、まあ、F だからね。って考えると、内分なの公式で AF ベクトルを表すことができる。もちろん S と 1-S は使うけどね。で、同じように今度三角形 ACD、 こっち、これも CD を T 対 1-T に内分する点なんだよね。だから AF ベクトルを2つのパターンで置くことができるんです。で、2つのパターンで置いて、それぞれが同じですよね。じゃあ問題解こうか、みたいな、連立解こうか、みたいな流れで解いていくんだけど、その2つ置くために、こうやってまず火で置きます。
で、これをですね、間違ってしまうと、普通に、例えばね、BF 対 FE を S 対 T、CF 対 FD を A 対 B みたいな文字をいっぱい使っておきたくなる。でも、数学っていうのは基本的に文字は少ない方がいい。もし、4つ文字を置いてしまって全部分からなきゃいけなくなってしまうと、4つ式が必要になるのね。4つ文字が求めたいときは。だから、文字をできるだけ減らすためにこうやっておきます。で、この置き方は覚えちゃっていいです。でも、なんでこうやって置けるかっていうと、例えば、もしね、これを解いていって、これ消しちゃうけどさ、じゃあ S が5分の3って出てきたとします。そうすると、ここ比に戻すと、S 対1マイナス S だから、5分の3対1マイナス S って5分の2ね。こうなるから、分母5で切れば3対2のことなんだよね。だから、比っていうのは、こうやってあれは全部に持ってこれる。分母を切ればね。だから、もし、S が3分の2って出てきました。そしたら、3分の2対1マイナス S。1マイナス3分の2なんで、3分の1、3を切ってしまえば、2対1のことなんだよ。こうやって、比っていうのを表すことができるので、S 対1マイナス S と。まあ、こうやって文字を使ってね、置くことができるんです。で、ちょっと消すね。では、これを使って続きやっていきましょう。で、まず上のね、1の方からいきます。で、番号つけた理由が自分こういう風に書きたいだけなんだけど、1より、今、三角形 ABE だよ。こっちね。に考えると、BE を S 対 1-S に内分してます。いいね。ちょっとここ書こうか。BE を、1対じゃない、お前 S 対だった。S 対 1-S に内分だから、クロスにこうやって掛け算をしたい。こうやってね。で、こうやって掛け算していくので、AF ベクトルは、まずここ足すじゃんか。分母いつも。あ、分母というかこの比をね。でもこれ足すと1になってくれるんだよ、ちょうど。だから分数じゃなくなるっていう便利さもあるんだけど、まず 1-S かける B の方なんで AB ベクトル。ちょっとあえてこっちで書くね。プラス S かける A ベクトルになります。こうなる。で、これを崩していくと、1-S で AB ベクトルはさっきそのままだね。B ベクトルと置き換えればいい。プラス AE ベクトル。これ AE ベクトルは C ベクトルを3つに分けたうちの2個分なんだよね。だから3分の 2C ベクトルのことなので、これ3分の 2C だから、3分の 2SC ベクトルとなります。で、自分は別にこれ置けてれば書かなくていいと思うんですけど、もし先生とかがね、A ベクトルが3分の 2C ベクトルってちゃんと書き、書いとけよみたいな。先生だったら書く必要があるかもしれないんですけど、自分は別にこれで罰もらわないと思うので。で、これで上の方、ね、こっちの三角形を使った AF ベクトルを表すことができた。ちょっとややこしいですけどね、こうなってる。で、次に、下の2番です。こっち、CF 対 FD。これは三角形 ACD、こっちね、を T 対 1-T で内分してます。だから、同じか、CD を T 対 1-T だからクロスにかけると。で、足したらまた、分母は1なんで分数じゃないから、AF ベクトルイコール 1-T の AC ベクトルプラス TAD ベクトルと。こうなります。で、AC ベクトルに関しては C ベクトルそのままでいいし、AD ベクトルは B ベクトル、こっち AB ベクトルね、を5個に分けたうちの3個分です。だから5分の 3B になる。これ今までの勉強と同じね。で、先にちょっと B 書きたいのでこっちから書くよ。5分の 3B なんだけど T がいるから5分の 3TB ベクトル。で、後ろ割ったらね、置き換えるだけなんで、1-T の C ベクトルとこうなります。で、AF ベクトルを2個置くことができたと。で、あと、ちょっとごめんね、忘れちゃった。ここに番号をつけておきます。3番と4番ね。で、結局2つに置くことができたので、これ前回勉強しましたけど、これとこれ同じものだから、
B ベクトルにくっついてるこれとこれは同じなはずなの、一致するはずだから、ここもそう一致するはずなのね。でもそれを書くためにはまあ3と4からだよね。3と4かつ前回やったように、前回の動画もしね、見てない方はちょっと見てもらえるとありがたいんですが、この上のところにポイントっていうのを書いてあって、その、ベクトルが一致するときに、この係数じゃないけど、ベクトルにくっついてるここが同じって やっていい。その条件は、このベクトルが0ベクトルじゃない。このベクトルが0ベクトルじゃない。そして、この2つが平行じゃないっていう。その3つの条件が揃ってないと使うことができないんだよね。だから、それを書かなきゃいけない。まず B ベクトルが0ベクトルじゃないよ、 C ベクトルが0ベクトルじゃないよ、これ BC だからね、今回ね A 使ってないから。そして B ベクトルと C ベクトルが平行じゃない、だからそこのベクトルにくっついてる2つ、これなのでのがいいかな、よりでもいいと思うんだけど、なのでしょうかね。そのくっついてる2つが一致するよって、つまり B ベクトルにくっついてる1-s とこっちの5分の 3t が一致すると。下もう一個入るかな、ギリで。こっちが3分の 2s と、くっついて 1-t か、これが一致するので、最後この連立を解けば t と s が出てくる。でそれで OK だよっていう感じになります、流れとしてはね。でこれを解いていくんだけど、どっちにしようかな。まあ、第二法が簡単だと思うので、上を変形しようか。上これ変形して S イコールにします。で、こっちに持ってきてマイナス1なんだけど、マイナス処理しなきゃいけないので、1-5分の 3t か。こうなるのかな。で、これをここの S に代入していけばいい。で代入していくと、ちょっとごちゃごちゃしますけど、3分の2をこれに、まあ、S 代入してね、3分の2配るから、3分の2マイナス、5分の2か。5分の2、t、ちっちゃくてごめんね。1マイナス t で、ひょろっと登って、t こっちに持ってくると、5分の 3t なのか。5分の 3t イコール、こっち連れてくると、3分の1?なので両辺に3分の5かけて t が9分の5と出ます。でちなみにこれね、片方出れば問題ないんですけど、ちょっと性格上両方出したい人なので、t が下か、並べて書くんだったらね。で t が9分の5で s がね、これどっちに代入してもいいんですけど、多分3分の2じゃねえかな、9分の5、3分の1、そうね、 3分の2だ、こうかね、こうなります。あ、これ答えじゃないんだけど、ごめん、引いちゃったよ。で、どっちでもいいので、それを、結局 AF ベクトルを出したいからさ、ここでもいいし、ここでもいい。まあ、S を入れるんだったら上の式、T を入れるんだったら下の式に入れて、計算すれば終了というふうになります。で、上の方が簡単かな。せっかく両方出したしね。つまり最後、AF ベクトルイコール、じゃあこっちでよか。S3 分の2入れると1引く3分の2なんで3分の 1B ベクトルで、3分の2入れると9分の4か、9分の4、うん最後締めを間違えるっていうね、9分の4、 C ベクトルとなって、これで終了となります。いいかな、まあ、だいぶでちょっと長くなりますけど、まあ、こんな感じで出してみてください。なので、まあ、これちょっと余談になりますけど、 S が3分の2だったから、結局これ3分の2対3分の1、つまり2対1なんだよね。だから BF 対 FE が2対1でしたよっていうこともわかるし、 T 9分の5だから9分の5対9分の4、9を払ってしまえば5対4、だからここが5対4でしたよっていうこともわかる。これ今回の問題では使わないですけど、そういった知識を使う問題もありますので、まあそういう風に置いてできるんだって、こうやって置けばね、できるんだっていうことを、そこもセットでね、覚えてもらえたらと思います。では、
今回は高校数学数 B のベクトルと図形丸三についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から最初にも話したようにベクトル方程式が始まっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。